今モーニング娘。さんになろうと頑張っている時なので、研修生の中だけじゃなくてハロープロジェクト全体の中でも私がよく目立てるのはどういうことなのかなっていうふうに考えるようになりました。みんな進め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 、わーわーイエーステディーバー、みんな走れ走れ走れ突っ込め。すごく期待はできるんですけど、すべてのね、流れているので、はい、いいです。進め進め進め、突っ張れ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 。発声をまずやるんですけど、その発声は自分の声を出しやすく喉を痛めないように、もっと綺麗な声を出すための発声とかもずっとやってるので、まだ下手な方なので、もっと長い間同じ発声を繰り返していったらもっと上手くなれるんじゃないかなと思ってます。最後の、私のボーカルにしかできないコミュニケーションって、ライブでは矢島さんができないコミュニケーションって言ってるんですけど、歌ってるね、あれそれね、ちょっと指示待ちましょうか、はい、やっぱライブ感が欲しかったらそこコミュニケーションってやってくれって言われると思うんだけど、まずは私たち研修生なんでノーマルなやつを聞いてもらいましょう。せーの、ハッピーバースデーとゆー。せーの、なんか誰もお誕生日おめでとうって言ってくで、早く組みません。せーの。何見てる？何見てる？だからどこ見てんだったの？天井。嘘つけ、見てないって。じゃあ天井の模様言ってみて。天井の模様、はい。電気があって、縦に線があって。何の線？黒の線。黒の線だよ。嘘じゃん。どこに黒の線があるんだよ。パキパキした踊りはもうノリノリでできるんですけど、少し柔らかめとかゆっくりなダンスになるとリズムがどんどん速くなっていっちゃったり、自分で勝手にパキパキしちゃって、なんでそこパキパキになってんのっていう風に言われちゃったりします。お願い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 します。今モーニング娘。さんになろうと頑張っている時なので、研修生を卒業するまでには絶対になりたいなっていうふうに思ってます。ライバルは室田さんです。理由は室田さん今研修生の中で一番歌わりがあったりとか、表情とかダンスとか歌とかもう全てにおいて私が見習わなければならない人だと思ってるんで、ライバルって思っておかないと追いついていけないので、室田さんはライバルです。はい。もっと自分がこういう人ですよっていうインパクトができるように2014年
頑張れば確かに自分の立ち位置が決まるし、あと私の場合はあの歌はあまり女の子っぽくないと思ってるので、そのボーイッシュな感じが出せるようにしたいです。私の夢はモーニング娘さんに入ることなんですけど、今のレベル、私のレベルではまだモーニング娘さんには入れないとは思ってるので、今まで以上に努力をして次のオーディションの時には受かりたいなと思ってます。